はい、こんにちは。日本改革徳津沢です。竹ジャンズ様、高様、金井製雇われ店長様、アミー様、正幸様、一徹様、柿の種様、SH、久賀様、律子様、高志様、よし子様、和田様、健介様、誠治様、ひろゆき様、高弘様、えり様、幸太郎様、東山様、勝也様、丸葉様、神奈川の横須賀様、重さん様、どういたしまして様、文広様、さとし様、みゆき様、横田様、武蔵の親父様、のりお様、さとこ様、初江様、高島様、まさゆき様、たくや様、みゆき様、にしくさん様、かわい様、金田様、とちもん様、蝶の目の半じ様、しんいち様、まなぶ様、ともさん様、りょう様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただいている方と、初めてご支援いただいた方もいらっしゃいまして、誠にありがとうございます。恐縮です。ありがたく頂戴して、河野太郎との法廷闘争費用や政治活動資金にさせていただきたいと思います。今年も皆様お世話になりました。おかげさまで、365日、一日も休まず情報発信ができました。来年もよろしくお願いいたします。2年前に肺がんの手術をした時は、どうなることかと思いましたけれども、今年1年、無事に生き延びれました。皆様のおかげです。パイロット社が毎年やってる社員に調査、ネガ状出す、回答出す 43.8%、 調査開始から初めて過半数を割り込む、出さない理由としてメッセージで代用 61.0%、 まあメール、ショートメール、 LINE であるとかね、面倒で面倒で出さない 45.7%、 SNS で代用 32.7%、 出す習慣はもともとない 26.9% となりました。世論です。 43.8% もいるのか、出す人が。最後に出したの25年ぐらい前かな。値上げで今年が最後だろう。そもそも年末に恐怖観念にとらわれながら出す習慣が気違い沙汰だったよね。まあ出さなくちゃ出さなくちゃ、あーやんなくちゃっていうのあるわな。SDGs に紙の無駄遣いで真っ向から対抗する郵便局、引っ越しと同時に年賀状出すのやめた。値上げしたから来年は大幅に減るだろう、資源の無駄だし、年賀状出す相手がいない。私1枚だけ、です。お世話になってる弁護士さん、河野太郎との裁判もお願いした。あとは NHK の裁判もお願いしてる。そもそも出す習慣がない。初めからメールとか SNS で代用してた若者が政治になったのはそうかもしれないですね。高齢者は律儀に出すでしょうね。割かし。まあ出さない人もいるでしょうけど、長年の習慣だしね。なので世代別の出す出さないの差が激しいと予想いたします。毎年のことだが、金券ショップにですね、大量の年賀状が出回る季節であります。ノルマに追われた郵便局員がですね、自腹で買って売るのかな。あとは企業や個人の多めに買って使わなかった分とか、まあ来年にも取っとけますけれども、それはね、いい加減郵便局はですね、ノルマ化すのやめなさい、郵便局員に。資源の無駄だしね。送られると返事しなくちゃ、返信しなくちゃって日本人多いから、まあ未だにあるんでしょうね。年賀状が届いてもですね、返事なんかしねえなんて人ばっかりだったら年賀状の習慣もうないよね。さすが心配症遺伝子比率世界一だな。これ脳みその セロトニン分布の遺伝子のタイプで、SS 不安症、 SL 普通、 LL ウェイって、日本はですね、心配症 67%、 普通 30%、 ウェイ 3% になっております。米国は心配症 20%、 普通が 50%、 ウェイが 30% になっております。パリピなウェイね。米国のデータしか見当たらないんですけど、ウェイが多数派って国もありそうですね。南米とかアフリカとかさ、みんなウェイばっかりで社会がめちゃくちゃっていうような感じのとこありそうだな。最近変なアンケート結果を連発している女性自身記事、成人に聞きました。最もイラッとした政策は何？ 1. 保険証廃止。なんで紙はダメなの？ 79 歳。情報漏洩が心配？ 64 歳。個人情報漏れが心配？ 55 歳と。見事な1位が保険証って本当かな？
女性自身これあのデータ作ってないのかな、2位非課税世帯、7万円給付、135万円以下ほぼ年金生活者だそうであります。不公平、納税者を無視、ギリギリそうではないので生活が苦しくてもいつも対象外と、まあ、不公平だち。3位防衛費増額、物価高対策してほしい、他にいくらでも使うところがあるはず、これも作ってねえが女性自身パヨって。4位少子化支援金1兆円の徴収ありましたね、あの保険料6000円あの値上げしてそれ当てますってね。保険料値上げでますます少子化が進む、安易な増税と。5位4万円定額減税、給付金と何が違う、これで減税って。保険証廃止が1位って、あの結果を捏造してないけど、なんか回答がワイドショーのなんだよな。情報漏洩が心配って、テレビが言ってることを、そのまんま鵜呑みだしね。女性自身の読者に聞けば、そりゃそうか、テレビばっか見てそうだもんな。なんか自称保守の YouTuber がですね、岸田総理は増税していない、デマに騙されるなって投稿してたの見かけましたけれども、保険料値上げは増税じゃないの、年収800万円以上の人の保険料も等級つけて上げようとしてっけどね、国保税って呼ばれてて、滞納するとですね、あの他の税金滞納同様に口座、銀行口座の差し押さえとかあるんだけど、それは増税じゃないの。あとはあの扶養控除小さくして払う税金増やそうとしてるけどね、森林環境税なんていう新しい税も始まるし、税率さえ上げなければ払う金が増えても増税とカウントしないって理屈なのかね、岸田政権擁護派は、全然わけわかんないですね。他にもですね、あの LGBT 強行とか韓国スワップとか韓国ホワイト復帰とかいろいろあったのに、なんで自称保守が岸田をかばえるんだと、全くの謎ですね。岸田総理、家族とすき焼き店で会食し、高そうな肉食いやがってと右からも左からも叩かれるある意味あの人気商売の政治家ですよね。そもそも向いてないんじゃないの、いつもあの心機臭い顔してさ、人の気持ちを暗くさせる才能あっからね。岸田総理、2030年までが少子化対策のラストチャンスと発言し、もう手遅れ、7年も余裕あると思ってんのか、30年前がラストチャンスだったんだわ、今まで何してたんで、非難合合、もう何も喋んない方がいいんじゃないの、あと何食ったカニ食ったって発表しない方がいいんじゃないのかな。実はあの団塊ジュニア世代の少子化対策てやんねがったから今こんなになってるっていう、今50代半ばの人ですね、っていう話もありますね。都知事選に出て落選した小沢一郎の子分で、元岩手県知事の増田博也、72歳。今は、あの、日本郵政の社長に収まってました。でね、あの、政策提言機関の、日本創生会議で座長を務めてた。で、今後30年で人口が半分以下になる消滅可能性都市896個を発表してました。まあ、正面から移民政策について議論するべきだ、なんて言ってたらしい、この売国度が、世論です。豊島区が入ってるの草何消滅可能性都市にまた入っちゃったの。豊島区はあのちょっと前まで入っててやっと抜けたなんて出したなんて言って喜んでたのに、消えて問題ない。移民で台風になってる欧州を知らんのか、外国人を入れて無理やり延命させるのが間違い、人口減少に合わせた社会を作っていけばいいだろう。移民入れたら余計社会のお荷物になる。子供作らない団塊ジュニアを放置した結果、毎日新聞は移民増やしたいだけだろう。これ毎日記事だったんでね、移民国家になるならアメリカのように福祉や地方は切り捨てないと無理、そうなんですよね。健康保険なんか霊感ね、あのアメリカね、それぞれがあの民間の健康保険入ってんだから、私はあの日本人みんな親戚で日本は超個体なんだよっていう主義なんで、移民断固反対、断固反対。増田は売国の革新犯だが、移民入れて大変なことになってる欧州の様子知らんのか、いや知ってるって言ってんだろうな。人口の 5% の移民を受け入れたスウェーデンが、牧歌的な国からですね、犯罪も少なかった国から欧州一治安の悪い国になっちゃってんの皆さんご存知でしょうか。移民ギャング団が暗躍してですね、人口あたりの強姦発生率が世界になっちゃったんだよ。980万人の国が50万人ばかり移民受け入れたらこうなっちゃった。国民がですね、いい人ぶりたい、かっこつけたい、
政治家の犠牲になっちゃったんですね。増田がですね、岩手県知事時代に増やした県の借金が県始まって以来の、膨大な額でして、大変な数のですね、公金集中団体が潤ったことでしょう。それにですね、外国人入れて自治体延命させたところで、それは日本の自治体って言えんのか、日本の自治体って言えんのか、平均寿命84歳で年間72万人しか生まれないんだから人口6000万人がふさわしいってことですよ。生まれる数はいずれ6000万人になるんだっていう覚悟をしてですね、その時に合わせて、その時に混乱しないように今から手を打っておくのが政治の責任じゃないのかな。移民を考えんじゃなくてさ、それに過去50年間一貫してですね、増税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 で税負担率増やしてきたから、少子化になってんでしょうね。少子化推進するようなことしておきながら人が足りない、輸入しろがバカすぎるですね。政治の責任放棄してますよね。豊島区は独居高齢者比率世界一っていう特殊性があるんで、人口30万、約30万なんですけど、10万人が住民税非課税世帯、つまり年金生活者っていうですね、すごいいいことになってる。で、発表された中に入っちゃったみたいですね。巣鴨商店会とかあるし、おばあちゃんの春宿とか別名もありますね。高齢者が働き、動きたくないぐらい住みやすい街ってことなのか、それとも引っ越ししたくてもできねえとか、そういうことなのかな。現役豊島区議員時代ですね、高齢者と女性に優しい街づくりを豊島区が掲げててですね、じゃあ64歳以下の男はどうでもいいってことかよって、妙な不公平感がありました。都民ファーストって名前もですね、じゃあ埼玉や千葉はどうでもいいってことかよ、通勤する人も多いのにって思う人もいるだろうね。都民ファーストが、埼玉で活動するときですね、埼玉ファースト党になるんでしょうかね。千葉ファースト党とか、千葉県民ファーストかな。新宿食堂とか巣鴨食堂って知ってます？そのある場所によってチェーン店なんだけど名前が変わるっていうチェーン店、ご存知でしょうか。定食屋さんなんですけどね。今日のその他のニュース、朝日新聞、30分で沖縄県から権限を取り上げた、ギャオーン、辺野古基地地盤改良工事承認の大執行を批判して光の速さでコミュニティノート発動、もともと県の権限ではありません。まあ朝日はですね、紙の新聞読んでる高齢者さんさえ騙せればいいって考えで、まあ恥かくことなんか気にしてない革新派でしょうね。来年はもっと朝日新聞の部数が減りますように初詣で拝んでくかな。政府機関へのサイバー攻撃防衛強化のため、内閣サイバーセキュリティセンター、そんなのあったんだ、の人員を倍増すると発表。でも議員が LINE 使ってたらダダ漏れなんじゃないの。 LINE 進める自治体もあるくらいだし、それよかスパイ防止法作ったらいないのかな。フジテレビ大晦日特番、景気満開テレビ銭湯の生中継で一般男性客の局部が放送されてしまう痛恨のミス。女性アナウンサーが笑いをこらえながら謝罪アホの坂田こそ、アホの坂田さんこと地上俊夫さん82歳で死去、死因は老衰と発表。最近は70代でも老衰が増えてるそうで、戦後生まれは戦前生まれほど長く生きられないかもしれない。にしてもですね、地上、土地の神とはかっこいい本名だー。なんで坂田になったんだろう。皆様、そういうわけで今年もどうもありがとうございました。良いお年をお迎えくださいませ。また来年もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。